こんにちは、アルミです。今は整体を受けた帰りに友達のお店に行こうと思ったらお店が開いてなかったのでどうしようかなと。お天気がいいのでどっか散歩して帰ろうかなと思ってるところです。ここに映ってるのは肘山の川沿いのラブホ街です。見えてるのが右からスターダスト、リッツ、ジュピターで銀河。ここの並びのホテルだったらスターダストが私は、内装が好きなホテルです。私の家の家具屋さんと同じ家具屋さんが内装を手掛けてるみたいなので私はここのホテル行くとテンション上がります。で、さっき整体の先生と話してて、もう私が整体エステやってるっていうことは伝えてるので、で、まあ前立腺の話とかになったんです。まあ今日行ったのもなんか前立腺やりすぎてなんか腕が痛くなってなのでなってきたのでちょっと見てもらってたんですけど、なんか直腸を刺激することで報酬系の物質が脳から出るみたいで、あのドーパミンとかなんとかオキシトシン、なんか安心したりリラックスしたりする物質なんですけど出るみたいで、なんかそれがやっぱり体を健康にしていくっていうお話聞いたり、あとやっぱり腸の方の血行が良くなるので、あの大腸がんとか直腸の病気のね、その予防になるっていう話を聞いて、あーなんか気持ちいいとかだけじゃない恩恵があるんだなと思って、まあ嬉しく話してるわけです。確かにそのもうドライになれるお客さんの中にはもうストレスが吹っ飛ぶとか、もう体が爽快になるとか寝起きが違うみたいな、そういう話を聞いたりするんで、まあみんなお尻いじられたらいいんじゃないかなと思ってます。また私やっぱりその前立腺を刺激する時の体勢にちょっと無理があるみたいなので楽にできる方法をちょっとねこれから探していきたいなと思います。お客さんにもちょっとね、体勢を変えてもらったりっていう協力もしてもらいつつ、やりやすく気持ちのいい形をね探していきたいなと思ってます。なんかエネマグラがなんか前立腺にフィットしない人もちらほらいるし、私の持ってるやつちっちゃいんだけどそれでもなんか痛いっていう人もいるので、なんかちょうどいいおもちゃとかあればいいなと思ってます。今日はいいお天気ですね。今日からずっと連休の人も多いのかな。私はとりあえず私はとりあえず、連休中は普通に出てます。特にまあ5月の5日はちょっと実家に帰るのでお休みにするんですけど、だいたい水曜日
とか日曜日がお休みの感じかな。まああのこの日広島に帰るから受けたいんだけどみたいな話があれば LINE アット復活したので、LINE アットにでもメッセージください。ではまた、ルミでした。